はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日はちょっと遠くの方まで出張ってまして、もう疲れちゃったんで、ファミリーマートさんでちょっとおつまみ買ってきて、ファミマ宅飲み晩酌っていう形になりました。まあいつもの桃塩の焼き鳥に、あとお母さん食堂の旨辛ソースのエビチリ、これ前も一回紹介したんですけども、美味しかったんでまた買ってきました。それとお母さん食堂の、ポテサラ、これで、晩酌やっていきたいと思います。では、飲み物から。飲み物は今日はウィルキンソンさんの炭酸用意しました。たまにこう炭酸でレモンハイとか飲みたいなと思ったんで、今日はウィルキンソンさんの炭酸にしました。ではシュッとこう開けてで、グラスに、おお、こんな感じでシュワシュワで。このウィルキンソンさんの炭酸いいですよね。炭酸強めで美味しいです。でこれ中身は大五郎入ってます。大五郎師匠入ってます。でポッカレモン入れて、今日はレモンハイでいただきたいと思います。よいしょ、このぐらいで、おっとっとっと、軽くかき混ぜて、こんな感じでシュワ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 してますよ、ね、では今日も皆さん一日お疲れ様でした。ではお酒に失礼して、いただきたいと思います。ではいただきます。乾杯、シュワシュワで乾杯、いただきます。うん、いやーいいですね、この炭酸の刺激、あーケップ出そうケップ出そうですけども、じゃあもう一回こうやっておかわりを先に作って、よいしょ、で、またポッカレモンを、甘み私入れないでポカレモンだけでこうやる方が好きなんで、甘味料とか入れないでポカレモンだけの、レモンハイ、これでちょっと一旦置いときたいと思います。ではまずはファミリーマートさんの焼き鳥、桃塩の焼き鳥ですね。これもいつも私の動画だとファミマさんのこの桃塩何回か紹介してるんで、では七味唐辛子軽くかけて、今日はいろいろこう種類あったんですけども、つくねとか塩の焼き鳥も皮の塩とかもあったりしたんですけども、やっぱりこれが一番いいかなと思って、タレだとちょっとタレのカロリーも気になりますんで、皮はカロリー高いですし、なんでちょっと桃塩がまあカロリー的にも無難かなと思って、わさび、私塩の焼き鳥にわさびつけるの好きなんで、わさびをちょっとこうつけて、まあカロリー的にもまあこの辺あたりがいいかなと思って買ってきました。ちょっとつけすぎかな、このぐらいでどうしようかね。でもこれ結構大きいんで、ね、ももの、ね、お肉なんで、胸肉じゃなくてももなんで結構カロリーありそうなんですけども、ホームページにカロリー書いてないんですよね、これ。なんでどのぐらいカロリーあるのか分かんないんですけども、まあ1本150キロカロリーはあるんじゃないかなと見積もってます。うん、ではこんな感じで、今日も魚焼きグリルでこう焼き直してきたんで、ちょっとジューシーな感じで、ね、油も結構あるんですよね。結構意外に塩だけどカロリーありそうなんですよね。ではじゃあ早速いただきたいと思います。柔らかいっすよ、やっぱり
もも肉だけじゃなくて皮も入ってる感じしますよね。うん、ちょっとジューシーな感じで、やっぱちょっと脂ありそうですよ。うん、でも美味しいですね、その分ね。ではシュワシュワで富士山。おいい富士山ですね今日も。じゃあ富士山見ながらシュワシュワレモンハイでいただきたいと思います。うん、ほんと今日ね、もうね、遠くて遠くて、青森も大概田舎なんですけども、さらにそのね、田んぼばっかりしかないような田舎行ってて、今日あれですよ、バスの時間、停留所バスの時間、最終バスが7時半ですよ。7時半最終で、それ以降バスないんですから、すごいっすよね、びっくりしましたよ。もうそれ乗り遅れるともう帰れなくなっちゃうね。もう頑張ってなんとかもう帰ってきましたねえ。7時半で最後なんですよバス。もうね、いくら田舎でもそりゃないっすよね。いやいや、本当大変でした今日ね。ではお次は野菜サラダ。野菜サラダですね。やっぱりトマトないと寂しいですね。プチトマトでもいいんで、トマトないとやっぱりちょっと寂しい感じです。では癖になるうま塩ドレッシングちょっと振って、あのトウモロコシとかあればいいんですけどもね、トウモロコシちょっとかけたりすると、あのスイートコーンっていうんですかね、あの缶詰とかパックとかで売ってます。ああいうのこうちょっとやればまたもうちょっといいんでしょうけども。ああ、焼肉のタレ、モランボンさんのちゃん、今日はこっちしてみました。ちょっとこれだけだと見た目的にも味的にもちょっと寂しいんで、ね、明日買い物行きたいんですけどもどうなるか。ではピント来ましたね、これは生協さんのレモンペッパーのサラダチキンだったと思います。ちょっと今日はこれで焼肉のタレ風味でいただきたいと思います。サラダいただきます。うん、うん、このサラダに焼肉のタレも結構合うんで、私の動画で何回もこうおすすめしてますけども、あのうま塩のタレと焼肉のタレの組み合わせ、これでサラダ一回食べてみてください。美味しいんで、焼肉のタレを軽めにねかけるようにして、じゃあね、しょっぱくなっちゃうんで、うん、あの焼肉やった時にこうサラダ付け合わせたりするときはこの焼肉のタレ使うと焼肉屋さんのサラダっぽくて美味しいと思うんで試してみてください。うん、うん、うん、では、うん、飲み物、またウィルキンソンさんの炭酸、ウィルキンソンさんの炭酸、ちょっと気抜けちゃうんで蓋してたんで、蓋開けて、このくらいかな。ちょっと待ってください、またもう一回蓋しないと気抜けちゃうんで、蓋しっかり閉めて、でここでウイスキー出しちゃおうかな。ハイボール飲みたいんでウイスキーで、フォアローです。今週はこれ飲んでます。フォアローデスのハイボール、ハイボール向きですよね、フォアローデスも。このぐらいしっかり入れてね、もう売ってるあのハイボールなんてもう薄くて薄くて
ね、のぐらいこうしっかり入れた方が美味しいと思います。本当はこう何対何ってちゃんとあるんでしょうけども、そんなのよくわかんないんで、もう好きな量を入れて飲むっていう感じで、いただきます。華やかさがあるんで、やっぱりハイボール向きですね。フォアローですと、あとジンビームなんかも結構あのハイボールにすると美味しいウイスキーだと思います。ではお次はこれいこうかな。お母さん食堂の、北海道産新じゃが北あかりのポテトサラダ。これ前もこれ一回食べた気しますけども、これポテトサラダですけども、あのこれ一つで74キロカロリー、見えてますかね、74キロカロリーってポテサラにしてはカロリー結構控えめでいいなと思って買ってきました。ちょっとこれ原材料名とかどうなってんだろう、じゃがいもきゅうり人参玉ねぎ半個体状ドレッシングハム、卵黄加工品玉ねぎ入りドレッシング、乳糖を使用原料とする食品なんたかんたらって書いてありますけども、マヨネーズ半 個体状ドレッシングっていうのはマヨネーズなんですかね。でもマヨネーズではないのかな、ドレッシングなんで。マヨネーズっていうか、あのカロリー 80% オフのマヨネーズって売ってるんですけども、うちそれねマヨネーズ使ってるんですけども、あれマヨネーズじゃなくてマヨネーズ風のドレッシングってなってるんで、もしかしたらそういうのを使ってカロリーをこう抑えてるのかもしれないですね。カロリー 80% オフの、あのマヨネーズってあのちゃんとマヨネーズ 品名マヨネーズじゃなくてマヨネーズ風のドレッシングとかなんかそういう名前なんですよね。あれそんな感じでカロリーを抑えてるんじゃないかなと思います。ではちょっと開けてみます。まあ私がそう思ってるだけで実際どうだか分かんないですよ、ちゃんと調べてないんで。なんかそういう感じでこうカロリー控えめに、マヨネーズの風味もそんなに強くないんで、そういうもんなのかなと思います。では私あのポテサラにソースかけて食べるの好きなんですけども、まあ最初なんでソースかけずにこのままいただきたいと思います。人参とかきゅうりとかも入ってます。玉ねぎ入って、ああ見えてないかな。でちょっとあの塊でこうじゃがいもも入ってて、塊で食感がいいんですよね、じゃがいものこう塊で入ってるポテサラって。私こういうの好きなんで、いただきます。そんなにマヨネーズマヨネーズしてないんでしつこくなくて、それでもしっかりこうポテサラっぽい感じの味に仕上がってると思います。これでカロリー74キロカロリーだったら、優秀だと思います。カロリー気にしてる方でも、ね、ポテサラ食べたいですよね、ポテサラ美味しいんで、そういう方にもいいんじゃないかと思います。ではハイボールで、ハイボールを軽く飲んで、ウイスキー結構入れたんで一気に飲むとちょっと回ってきちゃうんで、軽く飲んでやっていきたいと思います。ではお次はこちら、お母さん食堂旨辛ソースのエビチリ。これ前食べて美味しかったんでまた買ってきました。これで一袋でピントが来ないですけども、あ、来ましたね、167キロカロリー、そんなにカロリー高くないんですよ。でこれフリッターのエビにエビチリのこのチリソースをまぶしてるっていうか、で作ってる、エビチリです。これ美味しいんですよ、なかなか。このカロリー
そんなに高くない割に美味しくて、またリピ買いしました。リピ買い。ではちょっと早速開けてみたいと思います。ちょっとうまく開けられるかな。あー、開きました。映ってるかな。ちょっと変に開いちゃったけど、じゃあ結構お皿に、手しか映ってないかな。どうだろう。いや、エビチリこんな感じで。あー、ちょっと手拭かないと。では改めてエビチリ、旨辛ソースのエビチリ。あ、アップにしすぎちゃったかな。4つ入ってます。うん、エビ4匹入って、こうチリソースがこう絡んだ、結構こうフリッターになってるんで、衣がついてるんで大きそうに見えますけども、まあエビはそんなに中の、まあ、そんなに大きいってわけじゃないです。じゃあね、いただきます。うん、でもね、プリップリのエビですよ。ああ、こぼれちゃう。チリソースしっかりこう絡ませて、これで、あ、ほんのりピリ辛で美味しいですわ。うん、あ、これもおすすめです。うん、では飲み物はこちら、ワイン、アルパカの赤ワインでいってみたいと思います。カルメネールかな、カルメネールの、赤ワイン。カルメネールってあのブドウの品種、カルメネールっていうこの若いは赤ワインですね。もう舌が回ってこなくなっちゃいましたね。ちょっとウイスキー入れすぎちゃったかな、さっき。あんまり入ってないんで、このぐらいでどうでしょう。エビチリは赤ワイン、白ワイン、どっちが合うか分かんないんですけども、赤ワインしかないんで赤ワインにしました。白でも合うんでしょうけどもね。でも、このチリソースの感じには赤ワインも合うかなと思ってこっち持ってきました。カルメネール、安くて美味しいワインですよね。うん、あの渋くもなく甘すぎず飲みやすい感じのワインだと思いますね。あ、全然エビチリにも合いますよ。うん、美味しいです。うん、ではじゃあお次どうしましょうかね。お次はこれ、またポテトサラダ。ポテトサラダにとんかつソース。私ポテサラにとんかつソース かけて食べるの大好きなんで、ポテサラにとんかつソースをこう軽くかけてこんでいただきたいと思います。皆さんポテサラに何かかけて食べたりとかしますかね。私こうやって食べるの好きなんですけども、邪道だと思う方もいるかもしれませんけども、美味しいんですよ本当に。ちょっとこうジャンクな感じの味になって、もうソースにのコクがこう加わって、なかなかうまいんですよこれ。ではまたちょっとこう塊になってるこの辺いただきたいと思います。よいしょ。おー、どうでしょう。ポテサラにソース、居酒屋さんでこうポテサラ頼むと、あー、やっぱりこうソースあのかけて食べたくなるんですよね。居酒屋さんのポテサラもお店によってこう特徴あったりして美味しいですよね。最近居酒屋さんでお酒なんて飲んでませんけども、まあ外で飲むこともないんで、全然もう今家飲みばっかりで、昔はっていうか若い頃はもうあちこち飲み歩いたもんですけどもね。ではいただきます。
やっぱりソースですよ。ソース美味しいですよ。ソースかけると。じゃあちょっとシュワシュワ飲んで。じゃあまたおかわり作っていきます。そういえば今朝ね、Amazon さんからメール来まして、あ、ちょっとこうシュワシュワ言います。あなたのアカウントは停止されましたっていうメール来まして、で、誰かがあなたの Amazon アカウントで他のデバイスから購入しようとしました。ちょっとここでまた大五郎、中身大五郎焼酎で、ポッカレモン、ポッカレモンでレモンハイにして、よいしょ。で、そうでなければ Amazon の保護における、セキュリティと整合性の問題により、セキュリティ上の理由からアカウントがロックされます。アカウントを引き続き使用するには24時間前に情報を更新することをお勧めします。それ以外の場合、あなたのアカウントは永久ロックっていう、こういう文面のメールが来まして、で、まあ他のデバイスから購入しようとっていうね、他の、私じゃない誰かが他のデバイスから購入しようとして、で、セキュリティが働いてアカウントがロックされましたっていうことなんだと思って、確認用アカウントっていう、こうリンククリックするとこがあるんで、そこをクリックしてアカウントをロック解除しようと思ってやったんですよ。そしたら、まあメールアドレスとか、パスワードとか入力してね、まあアカウントロック解除するんだったら、まあメールとかね、今のこのパスワード入れてっていうのは、まあまあ当然だなと思ったんですけども、その後にね、クレジットカードのカード番号だとか、カードの、なんで、パスワードとか入力してくださいっていう画面出てきて、なんでアカウント、回復するためにカードの情報必要なのかなってちょっと思って、疑問に思ったんですよ。で、そういえばこの文面もちょっと日本語がちょっとおかしい感じですし、Amazon さんに問い合わせたんですよ、 Amazon さんのホームページから。そしたら Amazon のうちの方ではそんなメール送ってませんよっていう返事来て、どうもフィッシング、カード番号とかこう抜き取るフィッシングのメールだったみたいで、なんでもうそこでちょっとおかしいなと思って気づいてよかったんですよ。で、カードの番号とか、あとカードの暗証番号とかこう入れて入力して送信してたらもうアウトだったんだね。危なかったんですよ。アカウントロックを解除するためにね、カードの情報って入れなきゃいけないって、やっぱおかしいですからね。ちょっとおかしいなと思って問い合わせしたら、やっぱりちょっと詐欺メールっていうか、こうカードの情報抜き取るような、そういう悪質なやつだったみたいで、でもそこパスワードとかも全部変更して、まあ今なんとか、まあ、無事な感じなんですけども、もう皆さんもちょっとね気をつけてくださいね。来るかもしれないんで、そういう変なメール、もう疑ってかかってなんぼなんでね、こういうネットのあれは。もうほんと気をつけてください。もうほんと私もね、ちょっとそこでおかしいな、あれって思ってたから、ここで止まってね、ちゃんとこう、Amazon さんに問い合わせて、偽物だっての分かって、ほんと良かったんですけども、騙されないように皆さんもね、しっかりやってください。ちょっとまあ、雑談でしたけどもね。ではまた焼き鳥いただきましょうかね。よいしょ。桃ネギ、桃ネギじゃねえ、桃塩、
桃塩の焼き鳥、ファミマさんの。ちょっとこうね、やっぱりこう油がこうね結構出てますね。あの魚焼きグリルでこう焼き直したんで、その時にこう油結構出てて、魚焼きグリルのこう受ける時のところにこうお水張ってありますけども、あそこにも、まあ、多少油落ちてたみたいで、まあ、焼けばまた油がね焼いて落ちればその分カロリーもちょっと落ちるんで低くなるんで、焼いて食べるのがいいと思います。では、早速いただきます。やっぱりファミマさんの桃塩美味しいですよ。やっぱりこう、まあちょっともう焼いてから時間経ってますけれども、焼いてすぐ食べればもうすごいジューシーですしね、ボリュームもあって美味しいと思います。スーパーなんかで焼き鳥買ってもちっちゃい焼き鳥で100円ぐらいしますからね。これでファミマさんのこの焼き鳥1本130円なんで、なかなか安いと思いますよ。では今日のところは、動画の方はこの辺で締めさせていただきたいと思います。あとはあのまた動画かアニメか見ながら晩酌の続きダラダラやっていきたいと思います、ね、こっから私あの晩酌本番なんで動画でこういろいろこう食べ物一通り紹介して動画締めて、こっからあのちまちまあの晩酌というかもうつまみ、ね、食べながらダラダラ飲んで、で動画見ながらアニメ見ながら晩酌するの、ここから本番なんで、このあとまた撮影するとものすごい長くなっちゃうんでね、これでも多分30分ぐらいの動画になってると思うんで、この先またダラダラ続けてるとこ撮ったらもう1時間半とか軽くいっちゃうんでね、この辺で締めさせていただきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日動画アップすると思いますんでね、よろしくお願いします。今日はこの辺で、シュワシュワ飲んで失礼させていただきます。ほんと炭酸水もうゲップ出そう。もうこの辺でね、じゃあ今日は締めさせていただきます。